名鉄瀬戸線。瀬戸線は、愛知県名古屋市東区の栄町駅から同県、瀬戸市の尾張瀬戸駅までを結ぶ名古屋鉄道、名鉄の鉄道路線。名古屋都心の栄にある、栄町駅を起点とし、都心部から東港を経て、瀬戸焼の産地である、瀬戸市に達する近距離通勤路線である。大曽根駅尾張瀬戸駅間では、ほぼ、瀬戸街道。 愛知県道61号名古屋瀬戸線と八田川に並行している。名古屋市営地下鉄、名古屋ガイドウェイバス、東海旅客鉄道、JR 東海、愛知環状鉄道と接続するものの、名鉄の他の路線とは接続していない孤立路線となっている。これにより、名鉄の他の路線の遅延や運転見合わせの影響を受けない時点を持っている。 改札口前等の案内標識では、名鉄瀬戸線と、路線内離かつ路線名を強調して表記されていることが多い。瀬戸電気鉄道を前身としていることも、相まって、名鉄の路線となった後も、高齢の世代などからは、瀬戸電と呼ばれることがある。運賃計算区分は B、運賃計算に用いる距離は営業キロの1.15倍。計算方法は、名古屋鉄道運賃を参照。 孤立路線ではあるものの、運賃体系は他の名鉄の路線と同様となっている。すべての駅でマナコなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。孤立路線ということから、かつては瀬戸線各駅と名鉄の他線の間を、栄町駅名鉄名古屋駅、金山駅を別途移動して乗り継ぐ場合、営業期路を通算する特例が設けられていた。 また、栄町駅東大手駅の間に、建設費回収のための加算運賃が設定されていた。これらは共に、2006年、平成18年12月16日のトランパス導入に合わせて廃止された、ただし営業キ路の通算につては、通学定期券のみ、その後に開業した西予線南桜駅利用の場合を除き、2009年、 平成21年12月15日購入分まで末置かれて存続した。瀬戸においては古くから洋行、瀬戸焼きが盛んであり、貨物輸送の需要は高く、鉄道の不設は悲願であった。しかし、明治20年代に当時国が整備を進めていた中央線の誘致に失敗してしまう。ただ、地元により鉄道を不設すれば接続点として中央線に オーソ駅を開設するとの国の意向を取り付けたため、瀬戸、オーソンの鉄道敷設の機運が高まった。その結果、主に加藤木材門を中心した瀬戸の実業からの出資により、瀬戸からの鉄道敷設が実現し、1905年、明治38年4月2日、瀬戸自動鉄道として開業した。現在の名鉄の路線の中では、微細線に次ぐ早期の開業であった。 しかし、開業時においては、八田川を渡る橋の架橋工事が困難を極め、瀬戸街道、愛知県道61号名古屋瀬戸線沿いの瀬戸駅、在の終わり瀬戸駅八田駅間 14.6km の開業となった。翌1906年、明治39年には、大曽根駅まで開業する。ただし、中央線大袖駅の開業は後日の、 外堀線が開業する1911年、明治44年は待たなければならなかった。開業当初は、非電化で、セルポレー式乗機動車で運行していた。これが、日本初の機動車運行である、日本の機動車誌も参照。この乗機動車は車両ごとに、それぞれ a b c 号と称し、瀬戸駅、八田駅間を1時間半近くかけて走破していた。 本数は1日わずか4往復であった。しかし、上り坂で動けなくなるなどの故障が続出したため、1906年、明治39年に社名を瀬戸電気鉄道と変更し、翌1907年、明治40年には全線を電化して電車の運転を開始した。ただし、当時は電力会社の名古屋電灯が夜間の電力需要に対応するべく、 毎日午後6時以降の電力供給を停止していたので、1910年、明治43年に後に開業する北山駅の東側にあたる場所に火力電所2008年解体撤去が設けられるまでは、上機動車も引き続き使われていた。このような経緯で開業したにもかかわらず、中央線の大曽根駅はなかなか開業されなかった。そのため、名古屋都心部への乗り入れを、 並行して進める必要があった。名古屋都心部への乗り入れの計画としては、名古屋城の外堀を経路として取る、外堀線や車道沿いに新堀川に至る、車道線などが計画されていた。これらのうち、瀬戸からの陶器など貨物を堀川を運行する貨物線へ積み替えるため、外堀線が建設されることとなった。まず、1911年。 明治44年5月23日、大曽根駅土井会期間が開業した。この延伸区間は、当時の名古屋市街地の北端に沿って付設されたため、用地買収が安く済んだ。同じ年の9月には、みその駅まで延伸した。この外堀区間はほとんど用地買収の必要がなかったが、名古屋城の外堀に線路を通すという特殊な条件から、ガントレットと呼ばれる。 パム副線やサンチャイン部と呼ばれる急カーブなど特殊な線形が採用された。この外堀を通る区間はお堀電車とも呼ばれ、その後長く親しまれた。これに先立つ同年4月9日には中央線大曽根駅も開業しており、これにより大曽根駅で中央線へ、堀川で水運へとの連絡を実現し、セット線は名古屋や瀬戸の貨物輸送に大きな力を発揮するよう、なった。 このほか、開業当時には、小牧線、大曽根小牧間、1907年、明治40年特許申請1914年、大正3年付許可、流泉寺線、小幡流泉寺間、1912年、明治45年特許申請1914年、大正3年取得、品野線、瀬戸、品野間、1912年、明治45年特許申請1912年、 大正元年取得、瀬戸町内線、1912年、明治45年特許申請1914年、大正3年取得などの新線建設が計画されていた、取得した特許はいずれも1916年、大正5年に執行。瀬戸電気鉄道の本社は、大曽根駅に設置され、1917年、大正6年に建築された本社社屋は、 同駅の駅舎を兼ねたモダンな建物であり、名鉄合併後も口述する、八田駅、森下駅間の高架化事業の完成によ、解体されるまで駅舎として利用されていた。名古屋市が市内の路面電車を買収し、名古屋市電気局による全面支営化を進めていた1921年、大正10年4月13日、軌道法による軌道から、地方鉄道法による鉄道に変更した。 これに伴い、従来あった停留場を整理し、計29駅として整備した。また、全線で複線化が進められ、1929年、昭和4年12月には、全線が複線化された。このように、輸送力の増強と設備の近代化が図られていった。開業以来、貨物輸送が収入の大きな割合を占めていたため、沿線の公共は、 瀬戸線の増収に結びついていった。しかし、瀬戸市内の国鉄バス、岡田線や瀬戸街道の民営バスなど沿線へのバス路線の拡張や昭和強行による瀬戸の要業の不況の煽りなどを受けて業績は急速に悪化した。日中戦争の長期化による鉄道輸送統制強化として国の陸上交通事業調整法の制定や行政指導もあって、 名機鉄道と愛知電気鉄道の合併による1935年、昭和10年名古屋鉄の誕生時を一にして、1939年、昭和14年、瀬戸電気鉄道は名古屋鉄道と合併し、同社の瀬戸線となった。第二次世界大戦中には運行効率を上げるため、多くの駅が休止、または廃止に追い込まれた。 瀬戸線の路線施設はあまり空襲の被害を受けなかったため、太平洋戦争が終わると早期に運行が再開された。しかし、1948年、昭和23年1月5日、大森駅、現大森、近城学院前駅東側で多数、初詣で客を乗せた車両が横転するという脱線転覆事故が発生し、多数の死傷者が出る瀬戸線史上最悪の惨事と、 なってしまうこれを受けて、線形改良などのキ内化が進められた。特に、輸送上のネックとなっていたお堀電車の特殊な区間を整備し、名古屋市の都心への乗り入れをいかに実現するかが最重要課題であった。そこで、名鉄は、名古屋市や、千歳復興院などと名古屋市内の鉄道整備に関する協定を結び、それを受け、 名古屋復興都市計画高速度鉄道路線網が取りまとめられ、1950年、昭和25年1月、都市計画決定がされた。その中で、瀬戸線は、4号線と大曽根駅で、相互直通運転を行うものとされた。4号線は、水分橋駅、現、安島駅付近で、名鉄小牧線と、相互直通運転を行い、大曽根駅を経由し、 市役所裏駅、現、東大手駅付近まで達する路線の計画で、市役所裏駅で、新川橋駅、石川町駅、現、石川橋付近間を計画していた二号線と、接続することになっていた。この都市計画決定を踏まえ、大曽根駅市水駅間は、1五十六年、昭和三十一年、大曽根地区の潜災復興の土地区画整理の進捗に、合わせて、 名古屋市が鉄道用地として先行取得していた土地を譲り受け、社宮祠と駅前の領域を廃止の上、全く新しく線路を敷設し直した旧経路は東区と北区の区界などとしてその痕跡を見ることができる。しかし、その後、建築資金の分担の問題などから、相互直通運転を前提とした整備計画は暗礁に乗り上げていった。 1961年、昭和36年には、都市交通審議会名古屋部会等身において、見直しがなれた。この等身には、大曽根からの東方への延伸部分を親子と、金山を結ぶ4号線として計画する一方、現在の名城線の環状化の原型、市役所、大曽根山については、同等身の2号線、現在の名城線、名港線の原型となる、計画の一部としつつ、 含みを持たせ、瀬戸線の乗り入れについての結論は保留されていた。名古屋鉄道は、その後も二号線への瀬戸線の乗り入れについて、名古屋市と協議を続けた。しかし、市内の鉄道整備を独自に行おうとする姿勢の強い名古屋市とは折り合わず、結局この協議は、1965年、昭和40年頃までには、実質上頓挫してしまう。その結果、名古屋市側は、 市役所大をを黒川駅経由のの北側を回りの路線とととしして独自に建設することとした地下鉄への乗り入れが断念された後の1966年、昭和41年のダイヤ改正からは、輸送力強化の方策として、車両を大幅に更新するとともに、大津町駅終わり瀬戸駅間で特急が設定された。しかし、その後、 都心部への乗り換え駅として、主に機能していた大津町駅が、市電の廃止によって、その機能を失い、1971年、昭和46年までに、名古屋市は、地下鉄名城線の栄駅、大曽根駅間を開通させた。そのため、名古屋都心部への乗客の多くが、大曽根駅で乗り換えるようになった。このような状況から、 瀬戸線独自での都心部への乗り入れは休務となり、名鉄は1968年、昭和43年、東大手駅栄長官について、独自に付設する申請を行った。しかし、瀬戸線が独自に栄乗り入れを行えば、栄駅、大曽根駅間は地下鉄と競合することになることから、名古屋市と再度の協議が必要であった。協議の結果、 1971年、昭和46年12月、新三河鉄道時代から名鉄が保有していたヤコと、赤池間、現、地下鉄鶴舞線の免許を名古屋市に譲渡し、その見返りとして、瀬戸線独自に境への地下新線を建設する協定が名古屋市と名鉄の間で締結された。名鉄は、境までの路線免許を1972年、 昭和47年5月18日付で取得した。この新線建設計画と名古屋市内の他の部分の高架化計画に関して、瀬戸線は昭和47年の都市交通審議回答審において他の地下鉄整備計画と並んで高速度鉄道9号線と位置づけられた。ただし、栄町駅、屋台駅間の整備終了後に出された平成4年運輸政策審議回答審。 名古屋県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画に、つてではそのような位置づけはなくなっている。栄乗り入れ工事の起工式は1976年昭和51年1月30日に実施され、その工事開始に伴って土井川駅を仮設駅に移転し、堀川駅土井川駅間は同年2月14日から、 大体バスでの運行となった。また、全線で、昇圧工事も始まり、各駅のホームの傘上げや4両編成に、対応するための延伸工事が実施された。1978年、昭和53年になると、貨物営業が廃止され、同年3月19日、河川電圧の1500ボルトへの昇圧が完了した。これに伴い、 新造車6600系の投入など、車両の全面的な更新が行われた。そして、ついに、同年8月20日、名鉄長年の悲願であった、瀬戸線の都心乗り入れを果たした。都心乗り入れ区間の終着駅である栄の駅は、地下鉄と同じ栄とはせず、栄町とした。栄乗り入れにあたっては、テレビ塔周辺の久屋大通公園の整備も同時に、行われ、 栄町駅に接続するセントラルパーク地下街も開業した。栄町のり入れに伴い、従来の特急を急行に変更し、準急の停車駅を見直した上で、朝は準急及び普通、栄町駅北山駅間の運転で、各12分間隔、日中は急行30分、普通15分間隔、夕方は準急及び普通、栄町駅北山駅間の運転で、 各15分間隔のダイヤとなった。なお、栄町への乗り入れに伴い、建設費用回収のため、栄町駅東大手機関内または、同区間にまたがって利用する場合はキロほどで、算出された運賃に別途全乗車区間のキロほどに応じて、大人の普通運賃の場合40から60円を加える加算運賃の制度が導入された。 加算運賃は1995年、平成7年9月1日の運賃改定から、一律30円、大人に引き下げられ、その後2006年、平成18年12月16日の運賃、制度改定前日で廃止された。八田、大曽根間は、旧瀬戸街道、現在の八田本通り商店街沿いの経路を通っていたが、ここは、江戸時代の八田川の稼働に沿ったところでもあり、 大雨が降ると、中央線のアンダークロス部分を中心に、道が浸水し、運行に支障が生じることがよくあった。また、大曽根駅北側の踏切は東大曽根6サロ、交差点、現在は5サロのすぐ東側にあって、ラッシュ時の東大曽根交差点の道路の渋滞は、深刻なのになっていた。そこで、大曽根駅周辺の瀬戸線の高架化整備が急がれ、 周辺の土地区画整理事業の進捗と相まって、1983年、昭和58年に森下駅、八田駅間が高架化された。これに伴い、セ戸ト電気鉄道の本社として建設された大曽根駅駅舎は解体された。1990年、平成2年9月30日には、国道19号と空港線、国道41号をまたぐ東大手駅、 森下駅間が高架化された。これにより、両国道の渋滞の原因となっていた踏切が廃止された。また、車両の冷房化率が百パーセントとなった。その後、終わり朝日駅、1九9四年、平成六年に転新築、印馬駅、1九9五年、平成七年再開、小畑駅、1九9九年、平成十一年改築、 終わり瀬戸駅2001年平成13年に移転新築などの設備の改善進められた2006年平成18年には駅集中管理システムが導入され主要駅を除き多くの駅が大曽根駅から遠隔管理される無人駅となったまたストアードフェアシステムが導入され全駅でトランパスが利用できるようになったなおこれに際して 運賃制度にも変更が加えられている。前日。2007年、平成19年6月30日には、戦後長く使用されてきた北山検築が廃止され、終わり朝日検築が供用を開始した。合わせて、検築、保線業務については、入れ替え、牽員用電気機関車や貨車を全廃し、機械扱いの機材への置き換えが行われた。2008年、 平成20年、4000系の導入が開始され、1500ボルト、昭和以来30年ぶりに、車両の全面的な更新が始まった。現在、建築廃止後の北山駅の高架駅下と、瀬戸街道、愛知県道61号名古屋瀬戸線と、環状2号、国道302号上の踏切の立体化を、中心とした尾端、大森、金城学院前館、 1.9km の高架化事業が進捗中である。当初は2013年、平成25年度末、2014年3月の完成を目指していたが、同年度末になっても、工事の第一段階である仮道の整備もできていない状態で、工事半でおらず、2019年、平成31年度まで事業が延長されている。急行、準急 普通の三種別の列車が運転されているが、北山駅の下り線を除いて、途中に退避設備がないため平行ダイヤとなっており、追い抜きは行われず、先発列車が先行する、栄城駅ではその旨の掲示が、発車案内板に表示されている。普通列車の全区間所要時間は40分前後で、休行との差は10分程度である。ワンマン運転は行われていないが、 車内放送は自動放送になっている。定期列車はすべて栄町駅を発着する。瀬戸物祭りなどで稀に、終わり瀬戸発終わり朝日駅、または北山駅行きの臨時普通列車、一部は回送列車を特別に客扱いする。2017年、平成29年より北山駅行きの運転は、なしが運転されることがある。方向幕は、三里も表示できるが、 通常は使用されない。現在列車はすべて4両固定編成であるが、一部の駅では将来の増結を考慮し、6両編成に対応した有効長のホームを有する。車両規格はほぼ統一されているものの、可動式ホーム柵や女性専用車両は導入されていない。名古屋本線、犬山線、床上線などとは異なり、特別車。 座席指定車両が連結された列車は運転されたことがないが、友人駅の窓口で、ニューチケットを購入することは可能である。平日の朝は、栄町方面の朝7時から8時までにおいては、終わり朝日駅栄町駅間は、最短運転時各で3分、その他は4分間隔で走る、高密度ダイヤになっている。対比設備がないこともあって、栄町方面には、 休行などの優等列車が設定できず、普通のみの運用となっている。終わり瀬戸方面は、準急と普通が交互に走り、普通の大半と、準急一本が、終わり朝日を折り返しになる。昼間時間帯では、平日、休日問わず毎時休行二本、準急二本、普通が四本ある。普通四本のうち二本が、終わり朝日駅折り返しで、 休行と終わり朝日駅で連絡する。平日の夕ラッシュ時間帯には、すべての列車が、栄町駅終わり瀬戸駅間の通し、運転となり、優等列車の種別が、終わり瀬戸方面はすべて準急、栄町方面はすべて休行となる。平日夜間21時以降と休日夜間19時以降は、一部を除いて普通のみの運用となっている。この時間帯は、 終わり瀬戸駅発の回送列車も終わり朝日駅、または北山駅まで数本運行されている。坂江町駅北山駅間の区間列車はかつて数多くあったが、検築が終わり朝日に移転した後の現在は平日の朝8時台に1本と最終列車に限られたものとなっている。2005年、平成17年のダイヤ改正で水野駅と瀬戸市役所前駅が 急行停車駅となったため、急行と準急では、インバ駅と、朝日全駅に停車するか否かの違いしかない。曲線区間が多いことなどから、急行といえども、平常ダイヤ時の実質的な最高速度は、天ヶ坂駅、大曽根駅間、森山自衛隊前駅小幡駅間、インバ駅終わり朝日駅間と三里駅、水野駅間で、時速 85km 程度である。 停車駅が増えているが、車両性能が向上しているため、全区間の所要時間は30分前後と、600ボルト時代の1966年、昭和41年から1977年、昭和52年に運行されていた特急からとんどん変わっていない。栄町乗り入れからしばらくは、普通を、栄町駅北山駅間の区間運用とし、急行停車駅を除き、 名古屋市内の駅は普通、終わり朝日、瀬戸領市内の駅は、準急という運用が行われていた。1990年、平成2年から2005年、平成17年までの間、瀬戸線は名鉄で唯一準急が走る路線だった。下りは2016年以降北山駅で、緩急接続が可能であるが、通常は行われない。 瀬戸線の沿線はほとんど住宅地や市街地となっており、山林や田園地帯は多くない。全体的に平坦な地形を通っていることから、トンネルは栄町地下トンネルのみである。大まかには以下のようになる。起点の栄町駅は名古屋市の繁華街栄地区にあり、地下街や地下鉄栄駅に隣接している。ここから、 東大手駅を過ぎるまでの約1 7トルは、栄町地下トンネルを進む。地下で、名古屋市営地下鉄名城線と並走し、道桜通線との交差地点には、両地下鉄線の久屋台通駅があるが、栄町駅に近いため瀬戸線の駅は設けられていない。愛知県庁の直下付近で、時速6 0トル制限の S 字カーブを、霧名城線と分かれてさらに東寄りになり、 地下駅の東大手駅に着く。同駅の付近には、愛知県庁、名古屋市役所をはじめとする館長街、名古屋医療センター、愛知県立名和高等学校などがあり、朝夕は、通勤客と学生で賑わう。東大手駅を出て、すぐのところで地上に出て30パーミルの勾配で、一気に高価に上がる。右へカーブして、空港線、国道41号と、 名古屋高速1号クスノキ線を乗り越えたところに、清水駅がある。この辺りは、名古屋大地の北端の崖下の低地であり、清水駅から甘笠駅を経て、森下駅付近までは崖に沿うように進む。栄町トンネルを出てから、大村霊駅の手前までは速道に桜が植えられており、桜のシーズンには、列車の両側に桜を見ながら進む。国道十九号を乗り越え、森下駅、 さらに左へカーブして、大曽根駅に着く。大曽根は、古くから、街道の合流点であり、宿場町として栄えた町で、現在でも、名古屋の繁華街、観楽街の一つである。大曽根駅は大曽根地区の北東にあり、JR 中央本線、名古屋市営地下鉄名城線、ゆとりとラインと乗り換えが可能な、名古屋の交通の要所の駅でもある。 瀬戸方面から名鉄できた後、同駅で JR に乗り換え金山、名古屋方面へ向かう客や、下鉄、芝生への乗り換え客も多い。大曽根駅を過ぎると右へカーブして、JR を乗り越える。高架から降りて、瀬戸街道を、瀬戸線で、唯一のトラス橋である、八田橋梁で乗り越えると、八田駅に着く。八田駅は、瀬戸線の駅では最も利用者が少ないが、 名古屋ドームまで900メートルであり、地下鉄が開業するまでは、最寄り駅だったこともあり、現在でも瀬戸方面から同駅で下車して、名古屋ドームへ無課客が少なからず存在する。八田駅を過ぎるとすぐに、瀬戸線の最急カーブ、半径120メートル、政権時速35キロメートル。現在は、名鉄前線中最急でもあるお通過後や、田川鉄橋を渡る。ここは、 瀬戸線の有名撮影地として知られ、瀬戸線でイベント列車が走るときは多くのカメラマンが集結する。橋を渡ると森山区に入り、ゆとりートラインの高架をくぐると森山自衛隊前駅に着く。陸上自衛隊第10師団が駐屯する森山駐屯地はこの北側にあり、瀬戸線からも駐屯地の正門を見ることができる。この付近から 終点の終わり瀬戸駅まではほとんど、瀬戸街道、愛知県道61号名古屋瀬戸と並走する。氷炭山駅を過ぎると、森山区役所に近く、京城駅を持つ急行停車駅の小畑駅。準急はここから、瀬戸方面は、各駅停車となる。小畑駅を出ると左へカーブし、瀬戸街道と交差する。この交点にある、小畑踏切は、自動車の交通量が、 かなり多く、朝ラッシュは電車の本数も多いためよく閉まり、開かずの踏切になっている。なお、踏切付近の線路は S 字状にカーブしており、時速45キロメートルの速度制限がかかっている。踏切を抜けると、瀬戸街道の北側を走り、北山駅に着く。北山駅には、瀬戸線で唯一港内踏切が残っている。 終わり朝日検索ができる前は同駅に隣接して車庫が設けられていたため現在も電車の運行上で重要な駅であり乗務員の交代も行われている。また北山駅周辺では単独立体交差事業が始まっており同駅は高架駅となる予定である。北山駅を出ると環状2号、国道302号と平面交差する名古屋第二乗自動車道は 道所で地下を通る。たびたび渋滞が起こっているが、高架化によって、この踏切も除去される予定である。さらに進むと、大森、金城学院前駅に着く。同駅は、瀬戸線で、名古屋市内最後の駅であり、付近の金城学院大学の学生で賑わっている。大森、金城学院前駅を出ると、終わり朝日市に入り、透明高速道路の高架をくぐって、 すぐのところにあるのがインバ。同駅は1944年に休止、その後廃止されていたが、1995年に復活したセット線で最も新しい駅であり、労災病院への通院者や付近からの通勤、通学での利用者がそこそこいる。インバの次は、朝日前駅。両駅間にあるカーブの時速 85km 制限は、当線で最も高い速度制限である。 朝日前駅は愛知県立朝日や高等学校の最寄り駅であり、朝夕は高校生で賑わう。朝日前駅を出て、左側に城山公園やスカイワード朝日、右側に尾張朝日検築が見えてきて、尾張朝日市の中心部に入ると、京城駅舎を有する尾張朝日駅に着く。尾張朝日駅は検築を有し、 栄町方面から来た普通電車の約半数が折り返す大きな駅である。急行はここから終点の終わり瀬戸駅まで各駅に停車する。かつては急行も止まらない無人駅で利用者が少なかったが、1995年に急行が停車するようになり、利用者も大幅に増えている。終わり朝日駅の次は愛知県森林公園に近い三里駅。 同駅は1977年まで特急も停車しており、終わり朝日市内では最も利用者が多く、現在も急行停車駅として多くの利用者で賑わっている。三里駅を出ると瀬戸市に入り、水野駅を経由し、新瀬戸駅。新瀬戸は愛知環状鉄道の瀬戸市駅が隣接しており、乗り換える客や公立同成病院への通院患者、付近からの通勤。 通学などの利用者がそこそこいる。新瀬戸駅を出ると瀬戸市役所前駅。瀬戸市役所前駅は公立都政病院を越えてすぐのところに位置している。周辺は静かな住宅街となっており利用者は少ない。瀬戸市役所前駅を出て国道155号と瀬戸川が右手に並ぶと間もなく終点の終わり瀬戸駅に着く。瀬戸線は 名鉄の他の路線網と接続がないいわゆる孤立路線であること、また、栄町駅東大手機間では地下を走るため、AA 基準を満たす、いわゆる地下鉄対応車両が必要となることなどから、瀬戸線専用として登場した特徴的な車両がいくつか存在する。百九十六年に七百八十系が全廃となって以降、瀬戸線では三ドアロングシートのいわゆる 通勤型車両のみが走っている。新車両の導入や他線との車両の転属を行う、場合にはトレーラーでの陸送が行われる。2008年度より開始された4000系の導入に、際しても製造会社である日本車両製造豊川製作所から、終わり朝日検尺で、道路上をトレーラーで運ばれた。これに対して1978年の1500、ボルト昭和辻など、 大曽根駅が地上駅で中央線に連絡する貨物設備があった頃は、動線経由で搬入していた。重要部検査、全般検査の際には、台車や主要機器を車体から取り外して、毎目検査場までトラックで搬送し、検査を行っている。6000系、6600系などの4000系より前に、登場した車両は、塗装が必要な車体であったが、 現在瀬戸線内には揮発性塗料による塗装設備がないため全般検査等においても部分補修に止めてその延命を図っていた。しかし次第に塗装の傷んだ部分が目立つようになったため2010年12月に出場した 6600K6602F からは周囲の環境に影響を与えにくいよう水性塗料を用いて塗装するようになった。2008年から すべての在籍車両の4000系への置き換えが進められ、2011年3月までに6750系、2013年3月までに6600系を全車廃車し、6000系についても 6032F が2011年4月に廃車となったことからきりに廃車が進められた。6600系については、2013年3月3日のさよなら運転で、 6000系については2014年4月6日のさよなら運転で運用を終了した。以降、列車はすべて4000系4両編成で運転していたが、北山駅付近の高架工事に伴い、本線系で使用の3300系が暫定的に導入された。3300系は2016年9月17日より運用されている。西暦は、 瀬戸線運用機関は、瀬戸線からの運用離脱により、瀬戸電籍、名鉄籍として、形式消滅した車両。瀬戸自動鉄道時代、瀬戸電気鉄道時代、600ボルト時代、1500ボルト時代、全駅愛知県に所在。おぼう区間、1976年2月15日、廃止。仮駅営業区間。 1976年2月15日から1978年8月20日。以下は1921年、大正10年以前の軌道時代に廃止された停車場を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。